ドライバーでのチーピン、大きいフックの理由についてです。基本的にチーピンやフックが出る最初の原因としては、打っている時のこの体の中心、この軸が右に傾いていることから始まります。で、本来右に傾くということは、体が傾くということはフェースがクラブがこのように倒れて面の向きが開いた状態になってしまいますので、本来なら右方向に飛んでしまいます。このように右方向に飛んでしまいます。ですが、だんだん練習を重ねていくと、この右に行きそうなクラブの面を左に手や腕でこのようにまっすぐに合わせるように打つようになります。ですから、体が倒れても比較的手をこのように返していくとボールがまっすぐ出やすいです。で、それがだんだん行いすぎてしまうと手を返す、で今度は手を倒れながら手を返すことによって、今度はボールがこのように左に飛びやすくなってしまいます。ですから、今度コースではどんどん体のラインをこのように右に向けて、さらに右に倒れる、だからもっと手を返すというような状況が多く続いてしまって、最終的に気づいた時にはすごく大きなフックだったり、チーピンといってこうギュッと左に巻いてしまったりするわけです。ですから、根本的な原因としては、まずこの右にこう体が倒れてしまうというのを直さなくてはいけません。で、そこで練習法としては、このようなドライバーでそのまま地面から打つ練習をします。で、軸を倒してしまう人は必ずこのように手前にクラブが落っこってしまいますので、そんなにボールはきれいに捉えられなくて構いませんので、地面に極度にクラブが当たらずに、感覚的にレベルというか平らに振ってるような感覚でボールをこのように捉えられるように練習していただくと、少し軸がこう傾いて打つ感覚を抑制できるのではないかと思います。ぜひやってみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。